ヘンシェル・ベーグマン、ヘンシェル・ベーグマン・ツーク、ドク、ヘンシェル・ウェグマン・ツークとは、ドイツ国営鉄道が1936年から1939年にかけてベルリン・ドレスデン間で運行していた列車である。流線型の61型蒸気機関車が、4両の客車を牽引する編成となっている。1930年代。 ドイツ国鉄は高速鉄道網の整備に着手していた。1933年5月にはベルリンハンブル区間で流線型機動車 SVT-877 系によるフリーゲンターハンブル側の運行を開始し、当時平均速度ベースで世界最高速列車となっていた。1933年にはその成功をもとに高速鉄道網をさらに拡張しようとしていた。 しかし、ドイツ国鉄は世界恐慌の痛手から十分に立ち直っていなかった。蒸気機関車による運行の方が機動車による運行よりも経済的であると予想された。また、新しい機動車による高速列車の登場は蒸気機関車にとっては脅威でもあり、勢力を伸ばしつつある機動車に対抗する必要もあった。1933年4月、 当時のドルプミューラードイツ国鉄総裁は、ヘンシェル社とベーグマン社に、高速蒸気機関車案の提案を求めた。1934年1月、ドイツ国鉄のアドバイザーであるフレンドリッチ・フォックスは、ヘンシェル社とベーグマン社から提案を受け取った。この提案をもとに、1934年8月に、正式に発注された。機関車は、ヘンシェル社、客車は、 ベーグマン社が製造し、1935年に機関車が納入された。これが61001号機である。また、客車は4両が製造された。申請された61001号機は、高速運転時における空気抵抗を考慮し、車体全体を流線型のカバーで覆ったタンク機関車で、フリーゲンターハンブルガー同様、クリームと紫色の塗装となった。 これは当時、黒と赤に塗装されていた、ドイツの蒸気機関車の中では、異例のものである。動輪直径は 2300mm、シリンダ蒸気圧は20バー、軸配置は 2C-2 で、内側に装備されたシリンダーを駆動し、最高速度は時速 175km に達した。また、コロ軸受けの採用や軽量化など、当時の技術の域を集めた、意欲作でもあった。 1939年には一両が増備され、61002号機となった。001号機同様、流線型のカバーで覆われたタンク機関車であるが、軸配置が 2C-3 となり、水タンクの容量が拡張されたほか、3シリンダ方式を採用している。客車は、二等車、三等車、食堂車、郵便車、荷物車で、構成。 一部は合わせ作り車された4両編成で、一等車は連結されていない。これらの客車は、本列車専用の客車として製造されたもので、全体的に丸みを帯びているほか、車体下部をカバーで覆っており、流線型機関車と一体となって、スピード感を出している。また、最後尾の客車は、ガラス張りの展望車となっている、後年二増機関車と客車をつなぐ。 連結機には密着連結機が採用され、乗り心地が向上している。1936年6月13日より、ヘンシェル・ベーグマンツークは、ベルリン・アンハルト駅、現、廃止ドレスデン中央駅間で、1日に往復の運行を開始した。最高速度は時速 160km で、標定速度は時速 100km を超え、両駅間を途中無停車で、 最速100分で結んだ。2008年現在、両駅間、ベルリン側のターミナルは、ベルリン中央駅を結ぶ最速のインターして、特急列車は2時間以上かかっており、今なお当時の所要時間に追いついていない。ただし、一部の区間が、ベルリンの壁崩壊後も復旧していないことを考慮する。必要はある。機関車は1両しかなかったため、 ダイソーには01型や03型のような蒸気、機関車が使用された模様である。なお、列車番号は D53、D54 と D57、D58 であることから、特急列車ではなく、急行列車の扱いとなっている。これは、当時のドイツ国鉄における特急列車の要件は、長距離列車であること、一等車と二等車のみで、蘇生されることとなっており、 比較的タンク間を走り、二等車と三等車で、蘇生された、本列車は、特急列車の要件を満たさなかったことによる。本列車に運用された客車をベースに、1938年より、特急、急行用客車として、シェルゼンワーゲン、シュルゼンワーガン、直訳すると、エプロン客車が量産され、戦後も1960年代まで特急列車に、使用されている。 第二次世界大戦勃発直前の1939年8月にヘンシェル・ベーグマンツークの運行は休止となり、二度と復活することはなかった。造備車である61002号機は、結果的に一度も本列車の営業運転には使用されなかった。第二次世界大戦後、61001号機は西ドイツ国鉄の所属となったが、 1952年に事故を起こし廃車、修復されることなく1957年に解体となった。61002号機は東ドイツ国鉄の所属となり、1961年に18型蒸気機関車18201号機に改造され、高速試験用のテンダー機関車として使用された。その際、ボイラー乾燥やシリンダー交換が行われたほか、 使用圧力は20気圧から乾燥された小型のボイラーに合わせて16気圧に落とされている。現在も個人の手により保存されている。また、客車については、第二次世界大戦後は青色に塗装され、特急、ブラウエル・エンツヤン、青リンドー・などに運用された。現在でも一部は保存されている。ヘンシェル・ベーグマンツークの活躍は、ふ 研究を告げる情勢の中で、わずか3年でその幕を下ろしたが、美しいスタイルや、新規軸をふんだんに盛り込んだ、意欲作であることなどか、ドイツ鉄道の黄金期エポッキーを象徴する存在として、今なお語り継がれており、世界の鉄道史に残る、名列車の誉れが高い。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。